ということで、まあ最低1時間ぐらいぶらつけばいいでしょう。はい、QHR-EPGNR ジーン遺伝子って書いてある。ベータって具体的に周知って周知の事って試験高校受験出たよね。ほぼ DL なんだ。1998年はまさか年がの人の乱した日ですね。いい年ですね。アソシエーション、アソシエーターされてますね。記録といえば僕の記録は何でしょう。三段跳びで12メートルちょっと取って、ラボラトリーなんかイノコチームラボっていうのは、イノコその東大工学部出身ですが、あの人背が高いですね。やたら手法、いろんな手法で論文みたいなのを書いて、デターミナント行列かなんかです。エビスビール工場があったというね。山手線内に工場があるのはロッテと札幌か武田か、昔はあったんですけど、大腸菌のプラスミドを作るという、なんか転換があるのって書いてあります。一般に用いられるモリヌグレムジは、特許情報をなんか入れてますね。なんか小村先生のなんかイベルメキシンが思い出しますけどね。不明生物、手段、何の手段なのか。立体変生物、立体変物、立体構造、タンパク質の立体構造をお話ししますね。分子生物学、マイクロバイオ、モレキュラーバイオロジーがあります。プレス、指示、何を指示するのでしょうか。作成方法、QEER。これを書くの姿が痛い。Using はアナリシス、何かの解析なんでしょうか。野村商業前です。 61B 特許出願で、なんかイベルメクチの特許で肌のバリュー機構っていうのがあって、あれがいうことですね。三角合材料でハンド台を作りたいって基盤を作りたい。サッチャーズだな。今日メカトロニクスもやりたかったね。サッチャーズ、カスタム用いられる方法、いろんな文字基盤の作り方で用いられる方法、解説した文章がありましたけどね。デバイス表する広告ワークザブリーディング、または前期のなんとかなんとか、何なんでしょうこれ。回転角、核運動量、回転角、 You and condition selections、 ラジオトロンがかどうか知りませんが、昔の方が入ってましたね。円、これは化学便なんですね。化学便かもしれません。化学便を入れた方がいいです。科学者が東大工学部でもらった今でデータベース、この小さい断面ですらデータベースかできないでしょうかね。どうだろう、これは前を見ながら歩かないと大変なことなんです。 PC 夜風に当たるとなんか、いいですね。交感神経から刺激される。リート、ハスケルユーザー、この DNA、 この間の DNA 修復もこうやって思いついたというね。染色酸性ポリノルクレオチン、ステムスはアレクセルソウル、なんとかインボルビン、ハイエナジーフィジックス、SK、ミュー、フィルセオリー、フィジカルレビュー、スピン、アンチドジッターということで、今日書いたのは、この子供用のノート、学習帳にも書いてました。アマダさんからもらいましたけどね、ノート。あの小さい一マス一マスに見て、いろいろな発想を思い出そうで、論文も書けたら書きたかったんですけど、僕には苦手のようです。動画を撮るのがある苦手といえばサッカー
ッカーは苦手でしょうか。サッカーはそんなに苦手じゃないし、僕苦手なスポーツではテニスですね。テニス、僕は高田の、今日は紀子様が出てたので、なんか高田の大正テニスクラブを思い出しますけど、僕はテニスがあんまり得意じゃない、あまりやらなかったというね。この話何でもこの話7回目って米倉涼子さんが言ってましたけど、テニスあまり得意じゃないというね。ちょっと DVD で最近100円も最近も切り詰めて、僕は生活してますけど、 DVD が欲しい、ブルーレイが欲しい、ブルーレイ今度1000円ぐらい、はい、一気に買って年末のあれを取ってくれた。ブルーレイが一番目ですね。クオリティがいいというか、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチのなんかモデルが妖怪ウォッチが出てました。あの妖怪ウォッチでなんか中身だけ基盤を作る、しかし作るのが早いですね。マックさんも昨日 WBS になんかマックが閉店して、ファーストキッチンとバーガーキングが入るって言ってましたけど、マックさんも早いですね。すき家のすき家なんて言うんでしょうね、すき焼きのすきかもしれない。昔あれだったそうです。すき焼きは畑のところのすきから取ってきたそうです。ということになっておりまして、ファブリーマート、もっとあれを歩くのでしょうか、ファブリーマートです。しかし僕も薬、化粧品、日用品、ゆっくり歩いて、帰ろうかと思います。今日は1時間しか出てません。昨日は出れませんでした。昨日も投稿すらしましたけど、投稿する元気もないって、皆さんはよく計算ができて元気だなと思います。ということになっております。本年のもこもこ広がる点、カジト先生は神楽をやるって、カムランド、なんかいろんな装置があるってなっておりますけどね。カジト先生、いろんな北里大学、大村先生が、北里大学に行けば会えるかもしれないね。プリウスリンプレッション、これ何なんでしょう。そしてエネルギー、おっと奥さんがいるじゃないですか。プリウスございます、ということになっております。ここで選べるプレゼント、クリスマスプレゼント、クリスマスプレゼントで思い出あるかという、昔はなんかお城のプラモデルを親が買ってくれたし、親がお城の、ね、お城のあれを買ってきてくれたしね。でも大阪城と愛媛城だったんですけど、僕は大阪城、僕は愛媛城を作ってしまって、スタミナキッチン、食べます。本当コインランドリーでございます。なんとか資格があります。各種保険、僕の資格は何なんでしょう。クリスマスプレゼントといえば、あまりクリスマス会っていうのがありましたね。学校で出し物をよく やってましたね。みんなやるんでしょうか。